はい、してきた。バイバイ。こんにちは。お昼寝しちゃった。お昼寝してたらめっちゃ眠いです。今、おはようございます。めっちゃここで寝てた今。ででん、超寝てました。よかったし、超じゃない、起きれてよかったです。危ない危ない。なんかめっちゃ今日眠いな。なんでだろう。こんにちは、起きててよかった。うん、おしなぎよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。やっぱ明けましておめでとうございます。消えないな。なんでなんだろう、なんでなんだろう。明けましておめでとうございます。ん、今日お休みなんですね、眉毛さん。私はお昼寝してましたよ。この寝起きの顔、すやすや寝てました。ヒロリンさん、ダッシュで買い物行ってきた。私も行こうかと思ったんですけど、配信終わって2時間ですよね。何してたんだろう。なんかこうカタカタってして、よいしょってして、こんな感じです。お、個人事業主は決まったお休みないですよね。そうですね、はい、不定休になります。不定休でやっております。まいちゃん、おはよう。おはよう。のんじいさん、クラウドファンディング追加してよ、100万超えたね。嘘ですか、もう嘘ですかって。本当ですか、ちょっと確認してきます。あ、花粉だな、このかゆさ、めっちゃかゆい。寝がらし舞、私のツイッターのプロフィールにもクラウドファンディングを、あ、本当だ、 40% に増えてる。え、すごいすごい、この短時間で。パーセンテージすごい大切ですもんね。100万円これ超えたよ、すごい、みんなの力で。びっくり。まいまい、こんにちは。さっきまで自分に昼寝してました。自分もかな。ケーキ買ってきておやつタイム。うわー、なんか食べたい、まいまい欲しい。てかこの時間そうだよね、4時、なんか食べたい。私なんてなんか残り少ないピュレ組をなんか口の中で溶けるまでとか思いながら寝てたんだな。そうだそうだ、すごいお口の中がドロドロだった。美味しかった。何もない、ケーキ食べたい。2週目、ありがとうございます。星投げ頑張ってください。ありがとうございます。数字打つのカウントのことかな。たくさん数字打つのってなんかあるの。やばい、目が乾燥している。
あ、外出、外出ようとしたけど雨降ってきたからおとなしくしてる。引け前、コーヒーにブラックコーヒーですか。私甘いに甘い足しちゃうんで、私はねケーキにココアかな。あ、でもケーキ甘いのプラス最近アールグレイとか紅茶飲むかも。アールグレイめっちゃ好きですね。おさむっちさん、前々に開いて点点点、なんかその点点点が開いたさを物語りますね。前も開いてよ。お昼にコンビニでザッハトルテ買ってきた。コンビニのもあなどれん。ザッハトルテってなんだろう。あ、金沢さん、営業中にこれにて星投げできました。ありがとうございます、ありがとうございます。うん、こんな私のネム顔で。あ、ひろりんさん、50まいちゃん、ありがとう。ジュニアンさん、お、竹内舞じゃない？そうです、竹内舞ですよ。ありがとうございます。ザハトルテ、なんかチョコのケーキだったんですね。あ、いいですね、チョコレートケーキやね。コメント50回になるのにポイント、あ、教えてくださってますね。さっきの人、コメントが50回になるまでポイントになる。1から50までコメ欄に反映されないからカウントしてるんだよ。そうそうそう、1送信、2送信、3送信、4送信を50回までやることを50カウントって言うんですけど、それを50回まですると50ポイントに、私のポイントになるよっていうことで、星投げ3周とプラス50ポイントが入りますっていうことで、皆さん今数字やってます、数字のカウントをされています。でもその1から50のカウントはこのコメント欄には表示されなくて、50以上から51ってやっちゃうとコメント欄に反映されちゃうので、それはポイントになりませんよっていうことです。はい、なんでみんな今ちょうど50終了って今言ってくれてますね。50終わり、ありがとう。ノブリンさん、星投げ切った。ジェットさん、ちょっと疲れてない？違います、寝起きなんです。お昼寝してたら寝起き、めっちゃ寝起き、慌てて起きた。でも目覚まししてた、なぜか。ちゃんと、偉い、私偉い。寝落ち配信ダメだもんね。寝落ち配信ダメですよっていうルール、マジあって正解。今寝落ち配信しそうやもん。めっちゃ目乾燥してるし。あの、暖房ちょっと一旦切ってもいいですか？なんか切ってはすごい寒くなって、でもつけたらまた嫌でみたいな。寝落ち配信、ジュリナさんとカウタン、しかもジュリナさん寝落ち配信しちゃったの？頑張って放送してて疲れてたんだろうね。でも絶対可愛かったよね、その姿。ジュリナさん寝るとき可愛いよね。
シーさん、ありがとうございます。加湿器、アシアト公園のウサギの耳リボンってマイマイが決めたの？違うよ、あれは石尾さんが決めてくれてるんですよ。自分では基本も決めないかな。でもどういうのが好きっていうのとかイメージは石尾さんも考えてくれてますよ。寒い日は、あ、なんかすごいいいねが飛んできた。なになにこれ、これなんだ。たくさんいいね、目が、うん、消えちゃった。いいね、いいね、いいね、ありがとうございます。目が赤いね、ほんまに。すっぴんと見せかけて、すっぴん？もう多分ほぼすっぴんです。すっぴんです。ででん。ででん。ででん。途中さん、初見です。ありがとうございます。普段はもうちょっと起きてるんですけど、今日は、目が寝てます。あ、恵方巻きが飛んできた。ありがとうございます。足跡のリボンめっちゃ可愛かった。ロゴに反映されてるの。そうですね、なんか私割と、あ、小判まで来た。え、すごいすごいすごい、ありがとうございます。なんかうさ耳の結構こういうね、これバニーガールって言うんだけど、バニーちゃんのあの髪飾りが割と多かった、多めだったので、よくあったので、このこれはちょっと影響してますね。すごいギフト嬉しかったな。今たくさん恵方巻き、パンダの、パンダじゃない、コアラの恵方巻き、ありがとうございます。小判もありがとうございます。嬉しい。うん、おきどきさん、カウント50と星投げてたよ。 SK の SK 新潟全津に来てる。バイバイ。おお、今日全津か。うん、あー、あれが欲しい、目薬。めちゃめちゃ乾燥してる。うん、起きないからちょっと苦しいよ。いいよ、これちょっと、え、バイ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 。10回はこまめにすることが大切でした。起きた。うん、お、私がやってる間に竹虎さん、くまさん、ありがとうございます。わーい、ありがとうございます。ありがとう。よしーさん、ハートもありがとうございます。嬉しい。え、10で終わり？おー、ひーさん、SKU、ん？
ルームボックスについてツイッターにプラを送りました。あ、なんかコメント欄であれですね、ここでストレッチするの。オリンピック見ながら見てます。モーグルかっこいい。ほめちゃんのストレッチ思い出すな。 SK ハウス追い出された。追い出されてない、全然追い出されてないですよ。追い出されてないですよ。誰だろう。カムカーバー、カムカバーさん、おばんです。マイマイ久々に見れた、ありがとうございます。マイも元気にやってるよ。1分ほど全力でボディービルダーみたいにポージングすると筋力維持できる。マジ？でも姿勢正してお腹を引っ込めてとかってずっとしてるところ維持できるって言いますもんね。多分そういう原理なんでしょうね。あ、パン屋さん、だるま100個受け取ってありがとうございます。受け取りました、ありがとう、投げてくださって。口の色な、口の色がない。ふう、マイマイ二重が綺麗やな。そんなことないよ、めっちゃ不安定です。不安定な二重。今日の配信はどうなってるのかな。今日はこのあと1時間させていただいて、16時から始まってるので15時若干前に、15時ぐらいに、ちょっと間違えた、16時から始まって17時に終わりまして、そこから2時間いて19時から1時間、ラスト1時間させていただきます。それリップなの？これはなんだろう、グロスかな？うん、リップ。簡単に塗れるから、良い。ショールーム見て気づいたけど、歯が、可愛いね。可愛くないよ。めっちゃ矯正したいです。半年前から、あ、室尾俊丸さんは、ん、半年前からジムに通ってるけど腹筋割れないね。痩せたけどね。うん、腹筋割れないね。そうなのかな、私腹筋が最初につくんですよね。19時からサンジャナイユとかぶるな。あ、そっかそっか、今日土曜日だからか。今日ゆっくり、今日は休みでゆっくり見れるから嬉しい、ありがとうございます。ゆっくり見てください。やっぱね、仕事やりながら皆さんやってるから、やってくださってるから本当大変ですよね。そういう時、そういうこと、ん？そういうことを欲しあげたら回収に行けるね。これからのマイマイの活動計画はどんな感じ？ん？どんな感じ？すごい、ちょっと待って、50万ポイント差が開きました、今。すごいですね。ちょっとびっくりしてます。びっくりポンや。おったまげー、すごい。イメージ DVD 希望。
なになに、24時間いつでも使える素敵な魔法の挨拶がコンビニですわ。です。お？コンビニは？あ、コンビニは？あ、そういうことか。24時間。ああ、そういうことね。ギャグ？お、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 お。50万ポイントいったのでかな？お祝い、のんじいさん。すごい、ありがとうございます。お祝いのクマ。わーい、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。近く推しのリオさん、仕事中なのでカウント一周だけでごめんなさい。いえ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 、こちらこそ仕事中なのにわざわざ見に来てくださってありがとうございます。マイマイの2じゃないよ聞きたくなった。そうですね、2じゃないよはね、なんか何ですかね、新しい自分を開花してくれた場所なんで、本当水吉さんにはすごい感謝してます。にじゃないよね、動画がやっぱね、なんかこう面白いんですよね。でも3じゃないよもう割と結構私出演させていただいたので、まあ爪痕ではないですけど、毎回それを残そうとしてる結果が残ったお仕事でしたね。いろんなファンの方が動画見ましたっていう方は結構多いのでありがたいなと思います。そういえばほのパンマンも DVD 出してたね。あ、そうなんですね。結構みんな歌手女優をメインに活動するの。そうですね、メインとしたいのは歌手なんですけど、今はすごい本当にいろんな経験をしてみたいので、すごい幅広くマルチに、うん、活動していきたいなというふうに思っています。クラウドファンディングで写真集出そう、名案。欲しいですか、私の写真集見ます？写真集出せたらいいけど、需要あんのかなっていう、そっちを思ってしまいますね。マイマイはラジオでメンバーの隠れたいいところをいっぱい引き出してたね。そうですかね、それがなんか伝わってたら嬉しいですね。3日に1回見てる、嬉しい嬉しい嬉しい。嬉しいな。まあでもとにかく本当に一番言いたかったのは、 SK には可愛い子がいっぱいいるんです、面白い子がいっぱいいるんですっていうことが超伝えたかったの。それをどうしてもその分かってるファンの人いじん知らないファンの人にいっぱいこう伝わればいいなって思ってやってたので、まあそれがね、あ、こんな子がいるんだって知ってくれた人がいるっていうだけで、ちょっと前はもうやりがいがありましたね。やってみてよかった、やっててよかったなって思いました。前の写真集欲しい欲しい。恥ずかしいから見れなきゃ、写真集出たら買います。あ、じゃあ仕事復帰します、またね、また来ますね。近く推しのリオさん頑張ってください、いってらっしゃい。あ、竹内妹ね、あ、さきちゃんの方ですねの時の写真よかった。好きには可愛い子がいない。ルカちゃん、マイちゃんすっぴん？ほぼ。どうすっぴんじゃないですけど、すっ
ピンですね、ほぼ。寝起きすぎて声も超低いっていう印象悪。うんうんあうん、えへ、あ、ハートだ、ハート投げてくれてる、ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。声がめっちゃ声低め、今日はこんな低くないのに、いやそんなもんかな。うん、変わり身早いな。そう、忍者だから。ヤッシーさん、かわいい声だね。ありがとうございます。東京住まいなのに方言めっちゃ出てる。え、そうですか。ストパンみたい。あ、ストロベリーパンチか。あれすごい面白いですよね。めっちゃ好き、かわいいし、ああいうの大好き。後輩にまいちゃんって呼んでって言ってたけど全然浸透しなかったな。いや、みんなね、そういうとこ謙虚すぎるんですよね。呼んでくれなかった。ストパン調の声が聞きたい。ストパンのあのなんか動いてる、実際のライブしてるシーン私見たことがなくて。どんな声なのかが分かんない。今日何のパーカー着とんの。今日はじゃじゃん、このパーカー着てます。うん、ユニクロのデザインじゃない、ユニクロのパーカーってめっちゃいいね。なんか着心地最強、寝心地も最高だった。なんか柔らかい、なんだろう、わかんないけど体になじむ、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 なじむ。部屋着は全部ユニクロ。いや、ユニクロの服ってほんとあったかいですよね。わかります、私上着買ったもん、めっちゃあったかいやつ。風がほんとに通らないっていう。センチュリーホールでのストパンは笑えた。うん、ユニクロさん最高。ユニクロさんはこの前ワインのパーカーだけ。うん、ユニクロはこの前の、前は母に父に、どっちなんだろう。もともとはお父さんに似てるのかもしれないけど、最近ママに似てきた、自分で思う、たまに。あれ、ママに似てるって思う時がたまにあります。学生の頃からジーンズメイト派。うん、こんにちは、仕事中なので挨拶だけね。ありがとうございます。仕事中なのに遊びに来てくれてありがとう。
みどりさん、今来た。ありがとうございます。星集めといたよ、だって。ありがとう。年取るとユニクロ行きづらくて。全くそんなことないですよ。年齢めっちゃ幅広くいらっしゃるから、そんな関係ない。全然関係ないですよ。こんにちは。引っ越しの合間に来た。大変。大丈夫なんですかね。シーホーさん、引っ越し、どこに引っ越しするんやろう。東京はコンクリートジャングル。何、わかんない。わかんない用がいっぱいある。そうかな、若い人の行く場所のイメージ。ユニクロそんなことないですよ、全然。ね、年齢幅すごい広いなと思いますけどね。SKE のメンバーダズリン着てる人多いよね。多いかも。私はもう極めてあんまり着なかったな。なんかでも高校生の時はすごい着てました。高校生の時、すごいギフト送ってくれてますね。ありがとうございます。ヒロリンさん、ドバシさんもハートありがとうございます。わーいわーい。やっぱバレンタインのギフトはいいですね。うん。服は行きつけでのショップでしか買わない。まあでも男性はやっぱそういう方多いですよね。うん、すごいそんな感じがします。私はもうザラばっかりかもしれない。ザラ女、ザラ女って呼んでください。ザラばっかり。他なんかいいとこないかな。ではまた来ます。娘はセシルマクビー専門の時期がありました。私なかったな。なんかブランドの時期本当に全然なかったですね。ブランド、さっそうと海外ブランド、なんだろう、あのプチプラな H&M とかフォーエバーとか、昔からすごいそっちばっかだった気がする。トップショップとかもねあったんですけどね、よかったですよね。ハッシュバビーオンリー。わかんない。 GT 多いね。確かに多い多い多いですよね。 GT の子多い。ミキちゃんとかもよく GT 着てますもんね。おしゃれな子はやっぱそういうとこ着るんですね。メンバーの着てるもののブランドプーマしかわからん。自分が着てるんじゃないの。プーマだったらアディダスとかナイキとかその辺もかな。SKE のメンバーは、かなこさんのハニーシナモンの服ですね。確かに確かに、ハニーシナモンのジャージとかファンの方からいただきました。あれすごいね、素材が超柔らかくてめっちゃ着やすい。ワイティのタンバリンは今お家にあるの？あるよ、クローゼットの中に入ってます。もう名古屋から東京に来るときに、断捨離はその時全然できなかったから、全部そのプレゼントしてもらったものとか減らしたい、とりあえず東京持ってく分はもう必要なだけを持ってくっていうのにしたんで、全部実家にあるんですけど、タンバリンはちゃんと持ってきてます。かのこさんってハニシモのプロデュースやめちゃうんですか？そうなんだ。すごい可愛かったのに、次誰かになるんですかね。なんかまた次のステップに進むとかなんですかね。かのこさんのあの世界観好きだな。
あとメザピアノとか、ああ、わかる。私ラバーズハウス派でした。ラバーズハウス。あとエイミー。メゾピね、メゾピ。中村くんとかね。サイズがフリーだと送りやすい。おお、そうですか。フリーサイズ。うん。まあ確かにフリーサイズだったら大体女の子消えちゃいますからね。ドン。ジェラピケめっちゃ肌触りいいよね。男物の腹巻き買っちゃった。わかります。私、これもそうなんですけど、オーバーサイズが好きすぎて、上しか持ってないけど、男性用の、上着持ってます。それも実家にあるんですけど、実家帰ったらそればっか着てる。なんか昨日、この前トトロみたいって言われたやつが。そうなんですけどね、男の人に送るギフト用とか書いてあったけど、普通に自分用に買いました。めっちゃ高い服は着ないんですね。高い服はね、着たいけどね、なんか、手が出せないです。まだ手が出せない。もう24歳なのに。最近パジャマが欲しい。最近パジャマが欲しい。この前カナダグース着てたよね。カナダグース着てなかった。めっちゃ食いつきがすごい。カナダグース着てました。でもあれ、もらい物です。女の子のが違うやつ買ったからいいよって言ってお古をもらいました。あったかくてもうあれしか着てないです。なんだっけな、モンクレールを買ったのかな。だからカナダグースもいいよって言って友達がくれました。 ラッキーガール。あくびが入れる。なんかめっちゃ恵方巻き来た。うわー、なんか恵方巻きとか超食べたいんですけど。すごいいっぱいだ。ケブスターさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。モンクレはいいブランドだね。そう、めっちゃ高いですよね。なんかもう東京来て寒すぎて、とにかくあったかい服っていうのを検索してて、そしたらカナダグースとかモンクレールが出てきたんですけど、あー、もう高と思って、こんな服みんなよく着てんなと思ってびっくりして、でダメ元でいっぱい洋服が好きな女の子がいるんですけど、その子に「ねえねえ、カナダグースいらない服ない？」ってしれっとこうかっこよく聞いてみたら「あ、あるよ！」って言われて もらいました。ラッキー。おっさんやから高い服買って20年着る。女の子はそうもいかんもんね。でも私も割と20年はないですけど、長く着れる。来年もこれ着れるかなって思って買うことが多いかな。薄着も相変わらずおしゃれ。
若ければディーゼルとか着たいですけどね。ディーゼルか。ディーゼルはデニムめっちゃ可愛いよね。靴とかもたまに可愛いけど。ディーゼルはなんか買ったことないな。カナダグースってそうやって略すんだ。もう俺も着てたけど本当にあったかいよね。いや本当にあったかいんですよ。あったかすぎてもうそれしか着れないっていう、もう春があったかい春が来るまでは、よいしょ。いい年だから着る服にお金かけてる。いいなー、いいな、いいなー。ひげまいちゃんは車の免許持ってるの？持ってない。持ってないです。全然取る気ももう今ないですね。高校生の時は普通に取るだろうなっていう感覚でいたんですけど、 SKE に入って全く乗る必要というか必要性がなくなることに気がついてから取ってないですね。すごい、小次郎ちゃん。30年くらい前のフライトジャケット。いまだに着てる。かっこいい、そういうの。今はね、免許は全然必要がなくなるので、そう、だから本当に友達を大切にしたいと思います。みんなね、やっぱでも島とかにいると車が本当にないとダメなんで。大好きなピュレ組、なんか新しいの出てた、超買いたかったけど家にあるから我慢しました。ピュレ組好き。ピュレ組1年分とか欲しい。なんかしかもこれ普通のピュレ組じゃなくて、なんかね、中にとろってした甘いのが入ってたりするやつがあるんですよ。めっちゃ美味しくて、それ食べたい。近々夏物の SS 化の展示会に行ってくる。今は龍角散のど飴の方がいいのでは。ジュレ、そうそう、ジュレ組、ジュレのピュレ組。何味が好き？もう全部好き。私全部制覇した。でもなんかピーチが出てましたね。桃出てて、うわ欲しいと思ったんだけど、ちょっと今回買うのやめて。だってみかんも美味しいし、りんごと蜂蜜のやつも美味しいし、あといちごも美味しい、全部美味しい、ある気分。あと梅も美味しいですよ。めっちゃジュレのピュレグミめっちゃ美味しい、大好き。梅ちゃんにバイク乗せてもらった？ 怖くて乗れません。明日買いに行くわ。だって食べたくなる。めっちゃ美味しいよね。グミなんか好きなんだよね。小腹が空いたらグミみたいなとこある。竹内舞タレントモデル枠なんや。そうですね、モデルはちょっとあれなんですけど、タレント枠、まあさすがにアイドルは卒業したのでタレント枠がいいなということでタレント枠にしました。年だからグミ食べると歯が抜けそうで怖い。めっちゃ面白いんですけど。 あ、すごい、金コインも常備してるよ。あれね、高いけど美味しいんですよね。めっちゃ干して干して干しまくった芋、超美味しい。今何時だろう、45分、あと15分ですね。いやーすごい、1時間経って。これまた私この後昼寝しちゃうかな。やだやだ、
オラにとっては永遠のアイドル、オイラの中では永遠のアイドルや。え、すごい、なんかすごい、同時に2人の方が言われてる、めっちゃ嬉しいですね、ありがとう、感謝。グラビアやりましょう、竹戸屋さん、ありがとうございます。なんかやっぱここのショールームやってると、自分が何をしようかなって考えてる時に、こういうのやってほしいっていう意見をバーって言ってくれるから、あ、そういうの求めてるんだって言って、考える広幅広がりますよね。すごい。結局まだ島市にも伊勢神宮にも行ってない。お、ぜひぜひ時間があるときに行ってみてください。買い物行くなら行ってきた方がいいよ、雨降るよ。マジか、アイドルオタクから声優オタクになりました。まいちゃんかわいいよ、頑張ってね。葵タランボーさん、ありがとうございます。ブブカの前々の時期は若方です、ありがとうございます。うん、犬かの何とかが鳴いてるので散歩行ってくる、またね。うん、ありがとうございました、来てくれて。舞さんならではという配信を目指すのがいいかも。ストさん、島の展望台からの眺めいいよ、横山展望台かな。何をしても応援し続けるよ、 A ちゃん、ありがとうございます。推し忍者は竹内舞さんです、ありがとうございます。 UK さん、50完了なので仕事戻るね、ありがとうございます。お仕事中にわざわざ来てくれてありがとう。舞ちゃんと一緒に怒ってない携帯内容やってありがとうございます。また再会したその日には。丸ぼっこさんね、ありがとうございます。青いたらんぼうさんは、まえちゃんは元 SK48 だよね。そうですね、元 SK48 です。はい、チーム E、チーム K2、チーム S といろいろ経験させていただきました。うん、やすすさん、50カウント完了、こんにちは、ありがとうございます。50カウントありがとうございます。推し忍者わら、あ、そう、横山いいですよね、あれ私毎回ちゃんと歩いてました。しかもなんか初めて自転車路上デビューした時、なぜか横山に行くっていう、あの坂道をめっちゃ登ってましたね。しかもギアがついてないチャリでですよ、まあすごくないですか、若い時の脚力。多分その時小学生の時、しかも家からまあまああるのに結構暴走してました。3チーム制覇は須田さんと美恵子さんくらい、あーそうなのかな、美恵ちゃんでもチーム E はないもんね。うん、そうね、あかりんとかかな、あかりんとかルーちゃんとかかな、ゆっちゃんとかもそうだったよね。でももう卒業生ばっかりだな。よいしょ。まいまいがチームケイツの時はシアターの女神公園よく行きました。よしーさん、ありがとうございます。あ、そうなんだ、その時からね来てくれてるんだね。まいまいがチームケイツの時はシアター、違う、ここじゃないな。青いタランボーさん、まいちゃんのツイッターとルームのフォローしといてよ、ありがとうございます。ふんふんふん、あ、まきちゃんもか、ふん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 、そうやな。はい、はい、はあ、すっきり。
外に出たいけど外に出る勇気がない、外に出たいけど外に出る勇気がない。ロイヤルエンジェルさん、お邪魔します。勝手にカウントさせていただきます。嬉しい、アイコンしかもめっちゃ可愛いし、ありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しい、ありがとうございます。これから寝るの？なんかさ、今日めっちゃ眠たい。なんでなんだろう、冬眠の時期なのかな。51分、まだですね、まだですね、まいんですね、まだですね。はちみつ食べたいな。てん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 、プーさん、よくわかりましたね。すごい、だるまがめっちゃおる。ん、ワヤーさん、ありがとうございます。あ、なんか、なんかコメントが、現在のチーム S の重ねた足跡公演でエスケープ踊って歌ってた前々、最前で見たけどいい迫力だった。嬉しいな、ありがとうございます。マイマイがいいの頃に劇場で見て、この子すごいと思って握手に行くようになった思い出。あ、そうなんだ。嬉しい、ありがとうございます。配信終わってから5時15分に箸集めしてからまた買い物行ってくる。みんなタフやな、すごいすごい。夜寝れんくなるよ。寝れるんですね、これが。今日の夕食を一人鍋にする。竹内まあ洋服出してますよ、知らなんだ。せやで、洋服出してますよ。しかもこれだけじゃないですよ、私まだ購入してないんですけど、これの新しいバージョンも出てます。めっちゃいいっす。こっちかこっちに UTME があると思うんですけど、ぜひそっから見てみてください。特にダンスメドレーの前々、神がかってたね。嬉しい、神がかってたとかめっちゃ嬉しいな、ありがとう。寝る子は育つ、コロミン、舞ちゃん、はい、舞ちゃんです。そうです、私が舞ちゃんです。青いダランボーさん、50マイちゃん完了です、ありがとうございます。 S 女と行ってこいでマイさんにハマった。わー、めっちゃ古い、ありがとうございます。夕食前にチーズケーキ食べたい、マイも食べたい、スタバ行きたい。エスカのユニクロでも売ってる。あ、これ普通のお店では売ってないですね、これネットのみの販売になるので、はい、ぜひ。でも早ければ2日で発送とかっていうふうにはおっしゃってたので、まあ多分いろいろあると思いますけど、ぜひぜひご購入検討よろしくお願いします。みんなでお揃いで着てほしいです。普段着にも全然着れる洋服とかもあると思うので。うん、行ってこいの出演を、うん、悔しがってた前さん、可愛かった。お、竹内前が同じ東京にいると思うと興奮する。あ、一緒なんですね、ありがとうございます。
ロカルムボーイの前々かっこよかったな。ありがとうございます。ロカルムボーイ、あれ新衣装だったんですよね。すごいお気に入り、可愛くて、あの K2 の時よかったですね。薄手のカツラ選手権がめっちゃ笑いました。ありがとうございます。あの時ね、落ち武者とかなんかいろいろ頑張ったよね。うん、あった、びっくりした。あと55分、うん、あと4分。うん、今日もギリギリまで配信させていただきますよ。エスケープを踊って今ですか。絶対見たら絶望させるんで踊りません。うん、愛のルールハマり役。ありがとうございます。いやあれは本当にできて嬉しかったな。舞茸だ、変わらず前可愛いままでよかった。嬉しい、ありがとうございます。舞ちゃんです、舞ちゃんです。シャキーン、うん、マイマイが頑張って、頑張ってるって聞いて星投げに来ました。それでは社畜に戻ります。頑張ってください、お仕事ファイト、頑張れ頑張れ。プレグミが食べたい、グミ買いに行こうかめっちゃ悩む。でもコンビニでお買い物するのはやめようって思ったんや。だから今目の前にある、そうスーパーに行った時だけお菓子を買う、まとめて大切に食べるために買うって決めたんですよね。だからね、あかん、ダメ、マイマイのショールーム楽しいから時間経つのも早く感じるね。本当ですか、楽しめてます。それだったらいいんですけど。お、残り1分となりました。自問自答、節約ですね。そうなんですよ、すごいな。また電話だ、仕事の電話。ちょっと待ってね、あ、一旦、じゃあ仕事の電話もあるので、あと2分なので、そろそろまたお会いしましょう。あ、2時間後に、よいしょ、ちょっとお待ちくださいね。では皆さん、また2時間後、終了、えい、あれ